はい、皆さんこんばんは。さあ、今回はですね、スマートフォンアプリのミスターミートというゲームを遊んでいきたいと思います。これは以前ね、遊んだ修道女が襲ってくるエビルナンというゲームの同じメーカーさんのゲームみたいです。うるさくない方の修道女ですね。まあ、あっちもうるさいっちゃうるさいけど、なのでゲームのシステムとしてはグラニーとかと一緒でアイテムを集めて、その家から脱出する系のゲームです。最近こういったゲーム多いですね。てか最近こういうゲームばっかやってますね。すいませんけど、今回もお付き合いください。で、今回のゲームルールは、この主人公はですね、アメリア・クラークちゃんという女の子がですね、行方不明になってしまったので、それをこのミスター・ミートのね、家で探索するという感じのゲームみたいです。刑事さんなのかな、今回は。はい、では難易度はノルマルでいきましょう。ノルマル。ミスター・ミートが普通の速度で移動する。ドアロック4個、床がきしまない、素晴らしい。で、いきます。さあ、始まったかな。アメリーちゃん、ちょっとあれだな、顔が個性的というかゾンビっぽい顔してますね。ね、ゾンビみたいな顔してる。いや、いい顔だと思いますよ。はい、で、さっきちょっと操作確認でしたんですけども、いきなり主人公ショットガン持ってるっていうとんでもない物騒なね、男ですね。まあ、てか明らかに犯罪の匂いがするんでしょう、このミスターミート。刑事さんなのかな。で、中に入るためになんかショットガンを使えっていうことなんですけど、最初意味わかんなかったんですが、侵入するために、窓をぶち破って中に入れっていうためのものみたいです。最初から結構ね、強い武器持ってるんで、これはいいかなと思ったんですけど、一応鍵代わりですねのようなものみたいです。これショットガンね、右側のこの何け動画マークとさ、弾のマークが見てあると思うんですけど、ここ押すと弾が一発補充されるんですけど、30秒という長い爆音で CM が流れます。で、その CM が流れた上にもう一発撃つとまた CM が流れます、撃ったことによって。だから、まあ、救済措置としていつでもいくらでも使えるんだけど、その昔たくさん広告見ろよってことみたいです。あと右下の方のヒントもそうでしたね。ヒントが見たいんだったら広告見ろというタイプみたいです。なのでちょっと非常にグダグダになるんで、この基本的には使っていかない方向でいきます。爆音するって耳が痛いんでね、 CM。 さあ、行きましょう。こっから初めてのね、プレイになります。ミスターミ、これドックンドックンってもう来てんのかな、これ大丈夫か。これ隠れるだ。はい、隠れる。しゃがむ。アイテム缶。これは音が出ちゃいそうだな。缶。ぶっちゃだって。今の音で来るかな。誘導アイテムなのか。一本道出んの嫌だね。ちょっと待って、ポーンって落とすの嫌だね。待て、足音する。ちょっと待ってね。クリアリング。外に出れた。あ、なるほど。あっち危ないな気がすんな。こっちはどうだ。これはいいね。いわゆるダクトみたいなもんだよね。どうだろう、グラニーは狭いところ通れなかったのね。でもエビルナンのシスターは通ってきたんだよ。あと関係ないけど、うるさいシスターも通ってきた。巨漢っぽいのから通らないと思うんだけどな。これ安全地帯になるか、これ。まあいいや、覚えておこう。かん、微妙に音はするんだけど近くないのか。
車は開かない。開かないよ。狭くね、この駐車場。いないかな。上の階になんかいるな。いや、まだ来てる。来てるってか、確認しなきゃダメだな。いた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 。ミスターミートいた。ミートさんいましたよ。ちょっと待ってな。ここ通れないのであれば、ここ行き来するだけで大丈夫かも。割と強いかもしれないよ。どこ行った？また階段登ってたかな？階段登ってったね。じゃ今のうちに1階の探索しよう。2パーがあった。よし、1パー旦那さん、あ、やべ、バレた、やばい、来るか。あー、来た、肉屋、逃げろ。さっきの場所を使おう。ちょっと怖いので奥に、真ん中に入っていこう。あれ、足遅い？巨漢なだけに足遅いのかな。つか多分こん中超狭いからあんまり足は速くないのかもしれない。その会社追い詰められることが多いとかかな。どこ行った？このニッパー何に使うんだ？また上の階か。ちょっと奥まで行っちゃう。鍵、緑の鍵、なんだろう。一個しか持てないよな、そりゃ。当然音に反応するよな。足はだいぶ遅い、だいぶ遅いね、足はね。2階に逃げ込むのは危ないか。ニッパーの使い道がよく分からんけど、おお、すごい音。いや、入ってこないっぽいね。よかった、やっぱ でかいから入ってこれないんだ。そこにいられると嫌だな。どうも巨漢だから足も遅いし狭いところにも入れないみたいだね。ではナイアへのアクセスだって。右下のヒント、ちょっと待って、これいつまで成績終わんねえんだ。あれ、まだいる、そこに。あ、もういないよ、いないよね。足遅いから出しようぜ。わけいかないよな。音楽は終わんねえんだけど。これか、南京錠。よし、何の音。つか音楽終わらないから。ピッピッピッ、監視カメラだ。しまった、監視カメラだ。何の音かと思った。つかめっちゃ広いよ、ここ。一度追跡拾おう。これじゃだまずいや。どっかで追跡切らないと。
監視カメラか。ちょっと2階とかどうだ。あ、切れた。ちょっと閉めちゃおう。ふう、なんか光ってる。秘密の引き出しのキー、アイテムいっぱい手に入るけど。これ隠れられるやん。これダメかもしんない。これダメか、目の前で入っちゃった。ダメですよね、ダメですよね。あ、大丈夫なの。優しい、肉食ってるし。武器じゃないんだそれ。あ、武器じゃないんだ、食ってる。大丈夫でしたね。こいつバカだな。シスターとかおばあちゃんだった場合は目の前で入ったら絶対ダメなんだけど、あの距離だったらもしかして目が悪い。あー、でも食ってるな。イビルジョーみたい、目の前で肉食う。そっから去ってくれないのは困っちゃったね。右側行ったか。一気に駆け下りる。いや、行ってくれたな。このまま2階の探索しよう。よし。ふう。深呼吸しましょう。だって時計が。今度はハンマーだ。カラスもいるけど、ハンマー、秘密の引き出しとハンマー。で今度はペンチもある。あれ、さっきはニッパーか。ニッパーは切るもので、ペンチはなんだ、挟むものかな。電話だ。助けて、おまわりさん。あなたは警察に電話した。そして続きます。ミートはミートを警察に逮捕するには証拠が必要です。ああ、ちょっと早くてやめねえな。ミートを逮捕するためには証拠が必要です。だって、うわあ、あ、ちょっと待って、どう、あ、チャスチャス、ここだ。危な、やばい、今追い込む。けお前さん、助けて、お前さん。 NO。 何のために渡してんだ。いやあいつやばいって、やばいって。え、あ、俺やっぱ警察じゃないのか。ちょっと、 NO。 ミートさん、ミートさん、ほら、ちょっと今俺ここで、ほら、証拠見せるから、証拠見せるから、俺ね、おまわりさん、ちょっと見ててよ、証拠見せるからね。ほらおまわりさん、ほら現行犯だよ。あれ。いや、現行犯でしょ今の。おまわりさん、え、木の杭、何に使うんだこれ。あかんやつやな。豚に13番って書いてある。なんだろうね。やべ、あんま声出さないでほしい。監視か。あれ、だれ、だれ、あれ、え、え、え、豚に殺された。おまわりさん、今度は違うと。あ、あー、なるほど。豚さんがまた豚に殺されそう。ちょっと待って、豚さん、やばいやばい、あいつやばい、あいつ頭おかしいよ。あー、ちょっと待ってくれ、豚。あいつなんなん、豚に殺される。やべえよ、なんだあのハイテクな豚。ちょっと、
豚に殺される、豚に殺される、なんだこのゲーム。やばい、終わってしまう。俺は何なんだ、どうする。こっから抜け出さなければ。豚に見つかってもダメなんだ。建物の中には入れそうだったけどな。釘抜きみたいなもんが必要だね。どうしよう、監視カメラ邪魔なんだよな。あ、これ隠れられるのか。はいはいはい、釘抜きみたいなものがあれば。これはなんだ、なんかハートマーク。え、なんか、え、僕トイレ切ったね。缶だ、缶缶缶。え、なんでここ、おーっと肉が肉が溢れる。あれ、あ、すげえかっこいい、冷蔵庫の下がトイレにつながってる。あれかな、どっからやる、ペンチみたいよね。ペンチニッパーじゃなくてペンチで釘抜きかな。どこで見たんだっけ。ハンマーにネイル、あと敵どこにいんだよ。ミスターミートどこ？これだ。これだね。これハンマー。あ、ハンマー。ああ、でもハンマーこれ釘抜きついてないよね。じゃあペンチかな？ミートがいない。多分これでさっきのところ開けるんだと思うけど。こっちは何？広いね。あ、ここにもある。やってみようか。あ、いけたいけた、ほらほら。ハンマーがネイルハンマーっていうか釘抜きになってないから今回は屋根に登れ。ちょっと待ってね。ん？足かな？ん？え、これ生足？足、生足だね。生足ミヤクのマーメイドだね。え、屋根裏に足干してる。変わった趣味をお持ちですね。私も前、例えば刈り殺した敵を干してたな、そういえばね、首とか頭とかね。ゲームの足ですよ。ほやジャンプ。おお、なるほど、みんなでジャンプ。あ、あそこにミートがいる。いる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 。え、バレちゃったか、どうなるこれ。え、これは上がってこれないよね。どうする気？さすがに入ってこないかな。なんかどこ行っちゃったけど怖いね。まあいいや、ここ開けなければ大丈夫でしょ。よし、探索しよう。金庫は開いている。釘は抜かしていい。ショットガン用のシェル、ああショットガン使えるね。 CM を見なくてもショットガンは撃てる。え、それだけ？ショットガン持って出てくれよかったな。やっちまった。
まだシェルがないから。あ、ショットガンこの中だったっけ。違う違う、上にあるんだ。上にあるけどシェルを取ってないから戻れないよね。一旦逃げてこ。やべえ、ちょっとやべえ来てる面白いね、やっぱり最初は、ね、分かんないうちはすごい楽しいね。そのうち作業芸になっちゃうんだけどね豚に殺されまくったらちょっと面白かったな。1回目が殺されたのは結構あのネタだったけどね。おまわりさんの前の前で現行犯逮捕してもしかった。さてじゃあちょっと豚を撃ち抜いて、豚っていうかまだいるかな。どこ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 にいた。大丈夫かな。ミートを撃ち抜いて、ショットガンシェル取れるかな。取れそう。よし、おし、角待ちさえ投げる限り大丈夫。ペンチどこやったっけ。これかな、あったね。ペンチを使ってできればミート打ちたいな。ヘイヘイ、どこだ先に豚殺してくる。オケア来るかな。来た、おいし、ほいや、よし、120秒。うん、また微妙な数字でも十分あるね。シェルを取っといて、これは運んどくべきだったな。さっきの向こうにでもあったよね。いや、ショットガンを持っていかないという勇気。ピーピー言ってるんだ。いるなあ豚。あの豚も殺した方がいいのかな。でもグラニーのさ、クモを殺すと敵が激調して大変だったりしたからさ。普通はこのままショットガンを、おおニッパーか、なるほど。1パーと1パーで2パーですね。そっか、間に合うのかこれ。電子ロック、ああそのまま寝ている。ニッパー、あ、地下から行くのも、あ、でも上がれないのか地下。寝っぱなしだな。あおう、おうおう、これでしょう。切った、え、一本でいいの？あれ？あかんやつですね。一本しか切れない。電子錠。まだ何か必要なのかもしれないな。なんだろう。電子錠、そろそろ復活しちゃうな。ああ、もう起きてるですよね。ショットガン拾う暇あるか。これをあと一発。まあちょっと今回はこんな感じにして豚を撃ち殺してみようかな。多分ショットガンこんなにバンバン撃っちゃいけねえんだと思うので一旦区切るかな。
上の階は、これもショットガンで壊したりするのかもしれないね。でこれは超光ってんだよな。井戸これ切れば、この建物は何だったっけ。あ、入れないのか。ピーピー、多分電子錠っていうんだから、あと何か一つ必要なんだろうね。この中何か絶対捕らわれた子がいるって。あの豚どこ行きやがった。あ、これ、あ、これは、あ、で、あれか、あの豚どこ行きやがった、どこ行きやがった豚。うわあ、撃った瞬間 CM 入った。よし、へっ、豚野郎が。あれ、弾なくなってない、なくなってなくない。これで豚がかわいそうとか言わないでね。さすがにこちらも2回殺されかけてるから。こいつは敵だ。開かないか。これだって脱出した時のやつでね、基本こっちが閉じ込められた時の場所かな、こっちは。え、こっちってそれだけ、基本閉じ込められた時に。いいね。これは、ああ、まあ脱出した時のやつか。やっぱあれか、電子ロックありきか。普通に鍵か。まあやっぱ基本このちっちゃい小屋は自分が捕まった時用のやつだな。だからあ、でもここなんだ、この電子ロックのところは。これ今書いたら入れたよね。あ、電子ロック関係なし。ね、よく見たらここ俺今入れたね。あれでもなんか違うな、これ隣か。なるほど、もしかしたらアメリアちゃんはこの隣にいるのかもしれない。アメリアって、隔離婚、隔離婚の最後のセリフです。一瞬だけヒントが出る、なんか一瞬だけ今ヒント出たね。ちょっとヒントがさ、押すと CM 出ちゃうけどさ、そこになんかさ、出るんでね。一瞬だけヒントが出て、今一瞬だけ出てない。電子錠、電子錠か。切ったんだけど開かないね。もう一つ何かが必要なんだろうな。まあ、建物の中も探索、ちょっとあれ壊せないかな。いやー、ちょっとあれ壊すんだったら、壊せたね、壊せたけど見つかったな。まあでもその都度見つかるよりかはマシかと。もう豚もいねえし。よし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 、ちょっと待って、引っかかったな。またこっち、またこっち、またこっち、またこっち。急にダッシュさえしないよね。あいつ引っかかってんな。そこの豚、あの豚よく見るとでかいな。その豚、お宅のペットだったかい？悪いことしたね。あ、なんでねえか。自分で切ってるんだな。肉屋っぽいもんな、こいつな。あのさ、ハンマーの使い道がよくわかんないね。ハンマー、これハンマー、これは
ハンマー、ハンマー、ハンマー裕次郎。もう警察は台湾。確実に俺殴られてるのに、あの人何、帰っちゃったしね。ハンマーか。どこで使うんだろう。電子錠。あ、死んだ。なんか最近こういう死に方多いね。はい、続きはまた次回やりましょう。お疲れ様でした。